普山高等水産学校は1941年日本統治時代の朝鮮普山府に設立された旧生専門学校。1936年から1938年にかけて朝鮮半島はイワシの豊漁で漁業が活気づいていた。一方、半島内の公立水産学校は普通学校卒業者対象、修行年限2から3年程度のものが数校。 存在するのみであった。朝鮮総督府食産局水産課の主任にし北野泰蔵は朝鮮の漁業発展のためには水産指導者の育成が必要であるととき、東京の水産講習所に類する教育機関の設置を訴えた。これに答えて、清津、元山の関係者が東海地区高等水産学校設立規制会を結成、その後、 富山地区でも高等水産学校規制会が結成された。結局、富山水産からの寄付金50万円、一般からの寄付金100万円を集めた富山に高等水産学校が設立されることになった。清津には1940年に5年生水産学校が設置された。以後の歴史は水産大学校を参照のこと。高知は富山府大淵道に位置した。 現在は鎌嶽大学校、大淵キャンパスとなっている。ありがとうございます。